ぐっすり眠れてしまうアルファ波を引き出す音楽って人の口だけでも出せるんとちゃいますのん。そう思ってしまったのが我々アルシアチャンピオンでございます。よろしくお願いいたします。ということでございますよ。最近ね、もうね、ハマりにハマっているものがあるんですよ。この方があるんですよ。あるんですよね。なんか噂によるとね。そう。なんだろうな。カンプ摩擦とか。あー、めっちゃ近い。あ、近いですか。めっちゃ近いです。なんだろうな。パキスタンカレー作りとかですか。あー、めっちゃ近いです。近いんだ。近いです。なんだろう。万引きとかですか。ダメですよ。万引きはダメですからね。そう、自然音ということですね。自然音といいますか、アルファ波っていうさ、脳波出るみたいな、寝れるみたいな、よくあるじゃないですか。そう。僕も結構、まあまあ聞く感じになってますね。あの子のことを思って、寝つけない時とか。特に俺は雨の音とかめちゃめちゃ好き、ね、ああ、いいですね。焚き火の音とか。そう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 。いっぱいあるんですよね。で、いやまあ何を思ったかっていうと、その、みたいな、そういう BGM、聞いてて、ね、眠りに眠っているうち、できるんじゃない？できるんじゃないの？って。このアルファ波を俺らの口から出る音でね、脳波ドバドバ、ドーパミンドバドバ、夢の世界、いざないざなしていこうと思っちゃいますので、はい、今回はアルファ波、脳波ドバドバサウンドをヒューマンビートボックスで再現していきたいと思います。脳波ピシャピシャ。ちょっとまず、例のごとくね、そういった作業用 BGM 的なのを、まあ、その聞きつつ、これビートボックスでできるんかなーみたいなところを一回ちょっと見ていこうかなと思っちゃっている次第でございます。一個目に見ていくのがこちら、自然環境音、森林浴、セミしぐれ、心身リフレッシュ、睡眠導入、癒し BGM、 著作権フリー音源、ここ一番重要です。でも俺らはね、このやっぱり素敵さ伝えたいですから、うん、まず一個目にこのセミしぐれ、はい、もう森も森ですよ。森も森の森森をこの動画を見させていただきたいと思います。はい、ではモリモリ行きましょう。いただきます。はい、ポチッ。今まで我々ビートボックスとかアカペラとかね、うん、見てきたから再生していきなりセミが流れるとちょっと脳がバグってます今。まあもうほんと口でできるかっていうところが最大のあれですからね、うん、あ、これうるさい時のセミですね。すごい、よく聞いたら川の音とか水の音も聞こえるんですよ。確かにね、セミだけじゃない、決して。はいはいはい、自然の音も楽しんでほしいです。ああ、いただきます。無理してません？好きと言ってしまったから畳んなきゃみたいな。なっちゃうよ。まあでも口でできるよ、こんぐらいだったら多分。別の行こう。なんかね、できる気はしてますよ、うんうん、口で再現できんこともないですよ。じゃあ次これ行きましょうか。初週の虫の声、睡眠導入、心身リフレッシュ、癒し BGM、 作業用著作権フリー音源、約束。まあこれもね、2時間29分ある動画ですけれども、聞いていきたいと思います。はい、はい。
え、こいた。こいてないよ。濡れ衣の着せんじゃないよ。こいつ、こいつです。虫の声です、絶対。何をしてるんだ俺らは。いきなり何をしてるんだ俺らは。屁の音ですかね。屁の音も入れましょうか。じゃあ心身リフレッシュといたしまして、虫の声ならできんじゃないですか、もはや。おぶねえ、寝るとこだった。寝るとこでしたね今。あのスズムシ的なやつはいけそうですよね。できる。アジアチャンピオンやった方がいいよね。お、お。何の音なんだろう。何をしてるんだろう。まあ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 、分かってきたよだんだん。分かってきたね。見たことないもんね、こういう癒し BGM をさ、うん、ヒューマンビートボックスでやってるっていうのは。うん、いないね。まあ大体分かってきたんですけど、もう一個だけちょっと一瞬。小川のせせらぎ、睡眠導入、心身リフレッシュ、癒し BGM 作業用著作権フリー音源。フリー。もう大正チャンネルさんに僕らはもう頼るしかないですから。いただきます。いきましょう。ニュアンスはこういう感じの BGM を私たちがヒューマンビートボックスでやりたいので、まあ、こういうその川の音とか鳥の音入れつつ、ちょっと皆様をリラックスの世界に誘いたいんですけれども、我らこれね人二人じゃ無理だと思いまして、うん、そんな時はこちら RC505 っていうループステーションの機械ですね。もうこれ使って俺らの音だけでアルファ波の音楽作っちゃうやっていう話でございます。もうビートボックスさん、アジアチャンピオンの腕にかかれば皆様を夢の世界に誘うことも容易であるということをお見せしようと思います。本気のヒューマンビートボックスリラクゼーションアーティスティック劇場にてお会いしましょう。さよなら。おい、はい、さよなら。今日はそういう動画ということで、次の動画で完璧なるリラクゼーション効果をヒューマンビートボックスで再現いたしますので、歯を磨き、パジャマを着て、飯を食ってからお越しください。